チームは神丼海鮮社で、スポンサーは土地家屋売買分譲住宅福住の紹介です。お願いします。愛知から珍丼海鮮社です。どうぞよろしくお願いします。さて、今回私たちが紹介する企業は、土地建物でおなじみの福住。萩原が生んだ大作曲家幅光弘のメモリーズオブ萩原に乗せて送る福住提供、福子と住代の愛の劇場。私は福子、ご覧の通りゴージャス、そしてビューティーな女。最近悩みがあるの。マイスイートビューティー。ビューティー、福子、どうしたんだい。スミオさんと一緒に住む家を探しているの。幸せにするよ。個性的で洋風な家がいいの。ぴったりだ。サックスばっかり吹いているこのうるさいお父さんも一緒についてくるの。マスオさんだね。小さな窓、そして庭には大きな犬。窓にはこんなありきたりでわがままな君も素敵さ。梅子め言わずに福住へ行け。せーの、セルコホームって聞いたことがあるかい。福住一押しのカナダの注文住宅。内装から外装までわがままを聞いてくれる設計施工の注文輸入住宅さ。人の人生は住まいに始まり住まいに終わるといいます。家族の一日の触れ合いがそこで始まりそこで終わる住まい。この住まいこそ全ての金、何者にもかけがえのない生活の礎なのです。何でも立ちます。福住さんの家、何でも店舗もアパートも、賃貸分譲総会地区に楽しい住まい福住。土地建物のことならお気軽にご相談ください。住代の愛の劇場、いかがでございましたでしょうか。どうぞありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、皆さん、お戻りください。そして、最初に男女が登場したんですけど、最後はあれ、女でよかったんですよね。女の方でよかったんですよね。グレーゾーンで。あら、まあ、そこはグレーゾーンで。グレーゾーンで。今日すごくクマが衣装についてるんですけど、クマがお好きなんですか。可愛いでしょ。可愛いですね。クマ大好きな。テディベアが大好きなの。テディベアが、あ、
本当ですね、テディベアたくさんついて、あ、かわいいというちょっと声が上がってますよ。ちょっと一周回って後ろも見せてくる。実はこれ皆さん、後ろにも隠れてるんですよ、テディベアが。見えますか皆さん、練り歩いてる時にね、テディベア何個あるか、何個飾られてるのか、ちょっと数えてみるのも面白いかもしれないですね。わ、ここにも、ここにもすごいいっぱいです。そしてすごいもう一個気になってたのが、ヒゲは地毛ですか。これどれぐらい、だったらこれ伸びるんですか。ここまですごいですよ。これヒゲの長さ何センチぐらいあるんですかね。昨日剃ったばっかなんで、昨日剃ったばっかりでこの長さ、1日でこんなに伸びるわけじゃないですもんね、さあちょっと最後、前半の部最後締めくくりましたが、どうですかこの盛り上がり具合は。本当にね、毎年すごい、方に来ていただいて、私たち初参加なんですけども、素人のコンクールの方に、ずっと出ておりましてなのでね、この盛り上がりはよく分かってるんですけども、毎年ねちょっと私を見に来た時、やけどをね、はいはい、するんで、はい、日焼けで、日焼けだ、はい、もう日焼け止めと熱中症の対策だけは本当にくれぐれもご注意いただきまして、最後まで萩原のちんどんコンクール大いに楽しんでていただきますようによろしくお願いをいたします。はい、最後の、はい、発表、ちんどん改正者の皆さんでした。ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。もう男女で始まり、男女なのかグレーで終わったっていうね、前半の部でしたが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。